見てますか。やっほー。なんと私は3じゃないよなんですけれども、時間があるので配信してます。今日楽しかったです。ありがとうございました。今日はさっきまで劇場にいてみかんの剥き方出てました。リマリスです。これ今日考えたポーズ。アイス下げた。あ、そうバレてるわ。ここと柄じゃないよ。でディマリスがなんと優勝しまして、びっくりすると思ってなかった。で優勝したんでまたロケがあるっぽいので、解散延期解散延期かもしれないね。まあでも契約上3月割る、うまく割れるかな。なんか微妙で、今から、お弁当をいただきます。いただきましたのでお弁当を食べる配信。やばい、いつもこの部屋に来ると何かしら食べてる。この前はたこ焼き食べてたよね。卵焼き、で、この後は3じゃないようなので、ぜひ見てください。聞いたり見たりしてください。みかんぜ TV で。カニですか。多分カニ。これマジ。何弁当。すき焼き。ハタゴンさんとのエピソード教えてください。だから今日はもうハタゴンさんの左足のおかげで優勝したと言っても過言ではない。マジでハタゴンさんありがとうございますそう、非公式チャンネルで見るかラジオ聞くか、まあどっちもがベストかな。ワタリガニは私じゃなくて大岡さんが分かったんですよ。ね、やばい、私ってそんなご飯食べないキャラだと思われてんの。めっちゃ食べるよ。結構大食いだと思う。写真集私会楽しみね。新メスのね写真集出ますから、2月28日発売の。 Amazon で予約お願いします。それの告知も早くしなきゃ。今日はディマリス感出すためにハーフツインした。銀だこ食べたい。生存確認してくれましたか。もちろんしました。うんふん、私この弁当一番好き。なんかね、劇場行くといろんな種類の弁当出るんですけど、なんせ私の嫌いな野菜が一つも入っていない。こんばんは。この後はシャチフレなので、現場にはシャチさんにはいないんですけど、メッセージ出演っていうの、メッセージ出演らしいね。みんなお便り送ってください。まだ間に合うし、放送中でもいいので。こんばんは、こんばんは。みまるかわいいと思う。ありがとう、嬉しい。シンプルに嬉しい。
もう一人違う部屋にマネージャーさんいる。あれだね、パフォーマンスの時はさ上下にこう偏りが出たりするんだけどさ、目線をやれる場所に今日はずっと座ってて端の方に全体見れたので、野菜以外から栄養取るのですか素朴な疑問。え、でも私ほら見て見て見て、レンコン食べれるし、こんにゃくってでも芋からできてるよね。あとこれ白菜ね、これ大好きですから。野菜は別に火通してあれば食べれるんですよ。生野菜が無理。ものによるけどね。やっほー、ラジオまで時間があったので配信助かります。私も時間あると思って配信してる。配信見ながら寮入る準備してる。頑張れる。頑張って。寮とか私絶対無理。そんなこと言っちゃ、そんなこと言っちゃダメか。でもすごいわ、私なら絶対できないことをあなたはしようとしているの。食事終わって暇な時間です。みんな何時何分か随時教えてください。そんなに長く配信できない、ごめんね。今日のみゆちゃんのお花かわいい。いつも通りだよ。電車の中で見てます。イヤホンしてる？ちゃんとすき焼き弁当だよ今日の私の夜ご飯。あと私の好きなごぼうが入ってる。8時5分までいけるな。じゃあ半までやろう。いや、もうちょいできるか。35カッチー元気はつらつオランダミンジー。これ劇場の地下で買った。モータンにジュース何がいいって聞いたら、事務所にもあるジュース選んでて好きなんだなと思った。どうせなら事務所にの事務所にないジュースを買うのに、私なら可愛かった。モータン今日服ね、ファンの人で気づいた人いないかな。今日着て、モモタンが着てた服、私のお風呂だったの。コロナミンシーンにお弁当なんやって。そう、弁当に炭酸とは若さゆえのトッピングだよ。だってそうなの？そんな気はした。あれそうだったのか。そうだよ、この前私がお風呂場で後輩たちにあげたんですよ。初めて後輩に服をあげたの。それを今日着てくれてました。ディバリスの衣装初めて見たっていう人もまあ多かっただろうね。今日は切って名古屋は簡単すぎた問題ね。カニはマジで分かんなかった。私さ、なんでってカニアレルギーなんだよねカニアレルギーだからさ、カニライクには一生入れないなと思った。
だしカニも名前知らなくて、あんな大きいカニ見たことないからさ、アシナガガニじゃないですかって言ったら、いや違うと思うって言われた。分かんなかった。ズワイもタラバも思いつかんかった、私には。そう、アレルギーなんですよ。あ、そう、割り箸割るの失敗しました。うん、これ東海ラジオじゃないです。事務所。やばい、箸の持ち方警察怒らないでください。箸の持ち方警察出動しないで。汚いことは分かってるんだ。うん、生誕くじピリクラ当たった、おめでとう。まだ開催中、ツイッターから飛んでみて。試しに一回弾いてみたら意外に当たるかも。カニクリームコロッケは入ってますか？入ってない。私はちっちゃい時はこうやって持ってた。でも違うよって言われて、こうペン持つ持ち方、こうなんかなんていうの、 X みたいになっちゃうから、それはダメだよっていう。これリップがこの前来てしょぼんってなった。うん、リラックもありがとう。でもやっぱお肉が好きだな。2号当たった。ステッカー同期に書いてもらうんだ。同期に、同期が7人いるんですけど、書いてもらって、だから7種類。うん、温めたよお弁当。もう冷めたけど。すごい質問だね。そんなこと気になるの？かわいいね。昨日は公演だったんですけど、公演終わりにマリンちゃんと牛丼食べたんですよ。めちゃめちゃ食べちゃった。でも昨日の筋肉痛が今もある。あんなに食べたのに、でもお腹はすく。筋肉痛一瞬で治る人間になりたい。牛丼のサイズは波、マリンちゃんは小盛り。吉野家
左足大丈夫からまあ今日ね数秒間上げていただけなのでまだ大丈夫です。でもやっぱり左足という犠牲があったから優勝したんだと思う。なくなっちゃった。牛丼大好き。てかさ、肌の加工が強いからなんか顔の凹凸ない人みたいになって。毎日お肉食べてる。デカビタよりオルナミン派ですか？生誕祭でみんなにオルナミン C を差し入れて入れたぐらいには好きです。でもデカビタも好きです。なんかやっぱりどんな飲み物でもペットボトルよりも瓶の方が美味しいと思うの。その説ないですか？いやなんか瓶ってすごく美味しく感じません？私だけかな。瓶でその次に缶でその次にペットボトル、美味しさの順番は。あるよね。そう思う私も。そうそうそう、瓶はめちゃめちゃ美味しい。めっちゃわかる。次の拠点に移るのでドローンします。あ、次の拠点って多分他のものショールームってことやろ。いってらっしゃい。私もよく配信するからまた遊びにおいで。ただ協賛じゃないよ。だよ、さっきツイートした。ツイートをバババッと2件だけして配信始めた。私さ、一口がでかいのだから欲張っちゃうとちょっと本当にショールームブサイクに移っちゃうから、いつもよりは控えめに食べてる。栄の地下街にある瓶のフルーツ牛乳売ってる店が好きだって。そんなのあるの？栄の駅はまだ探索しきれてないところがたくさんある。上手に入れ詰めでずっとミオタン見てた気がする。だってゆずきさん推しって書いてあるじゃん。いいの？ちなみに私はいいよ。押してください。みんなご飯食べました？食べてくださいね。生放送10時からなんで結構遅いよ。お風呂も入りな。終わったらもう11時だから。すき焼き弁当、ちなみにもう肉がなくなりました。あとお米と白菜だけ。焦げこの前のりで切ったら超短いんだよね。短くない？明日休みだ。いいね。私はここからは休みないかな。どうだ。
もういいや。ちょっとお水買ってきていいですか。これ人いなくなって何秒後に消えるとかあんのかな。この配信新見さん見てないかな。新見さん見てる？見てないか。新見さんが見てたらあのこっそり事務所のお水持ってきてほしい。絶対見てないんだけど。じゃあ私がジュースを買ってこれるまでに何秒かかるのか。120円を手に取り買ってくる。いくよ、みんな数えといてね。せーの、早くない？ね、10円余った。10円余った。110円だった。早くない？さすがに早いでしょ。疲れた。めっちゃ早くない？めっちゃ早いよね。今の今まで買ったお茶 どれよりも一番早く買えたよ。で剥がそう。飲むんご。なんかね、水なかった。茶しかなかった。くそ、もっと喉越し鳴らせばよかった。いっぱいで満足した。楽しかった。あと今日ね、あれなんだっけ、みかん全 TV のスタンプ買った。スタンプ買いました。あれを使おうと思う。スタンプをおすすめされたんで、みかん Z TV の方々に。いや、なんかチーム S で使ってる子が多くて、野村さん使わないんですかみたいな。じゃあいいですよ、買いました。使う。そう、キノコ D のやつ。めっちゃおすすめでした。あ、柿の種持ち帰ってこればよかった。食べましたよ今日。差し入れでいただきました。何だと思う？これは多分見覚えのある人もいるんじゃないかな。うわぁ、すっげえ。今日は産地内容はキミちゃんとラブリンかな。すごくないこれ。ディマリスって書いてある。これ何だと思いますか。カイロなんです。で、これをどうやって使うんだ。カイロの中の金属ボタンを軽く押し曲げます。軽く
完全に液体に戻って、これをこうなんかここの鉄、この鉄をこう軽く押すと液体が白くなるんだって。でそれはあったかくなるのかな、で熱が冷めた時に固くなるんだけど、それをまた沸騰したお湯に入れて白い結晶が見えなくなるまで5分間ぐらい煮るとまた再利用できるんだって。押します。え、押すってどういうこと、これ合ってんの、こうやって押せばいいの、片方から押すべき、どういうこと、こういうことかありえないぐらいの指圧で今押してるよ、指曲がりそう。え、できないんだけど、こんないつまで押せばいいの、だって軽くだ、軽く押し曲げます、曲げる、こういうことか、え、痛いんだけど、え、どういうこと、どういうこと、押し曲げる、曲がんないよ、え、どういうこと、え、わかんないんだけど、え、これどういうこと、もったいなくて使えないって、これ何回も使えるんやろ、破かないように、あ、そうだね、え、これ何何、押し曲げるってどういうこと、この金属みたいなの折っていいの、でも軽く軽くそんなさ、え、すごい、これ力持ち専用の使い方じゃない、軽くへし折れ、へし折るなんてできないんだよ無理だよペキってなりませんか、え、ならないけどね、私が今へし折りそうになったからちょっと曲がってるなぐらい。40分使えるらしいよ、え、やば、あったかい、あったかいよ、みんな化学反応だね、え、ウケる、なにこれ、どういう素材、すごいすごい、しかもこれディモリスって書いてある、すごー、化学の力なんだこれ、え、なに、鉄と、なんでやの、こう鉄分となんか反応するわけってこと、どういうこと、なんでこれ白くなるの、え、どういうこと、どういう仕組み、この回路、謎だわ、謎だけど使います、え、あったかい、そうだね、ラジオ始まる前にはもうあれだ、あれですね、めっちゃいいじゃん、実は当たって家にあるけどロゴが汚れるのが嫌で袋からもまだ取り出してないだって、じゃあ私が見せるね、こんなんだよ、こういうね、なんか白くこう化学反応で、で触り心地はあのあれみたい、ダイラタンシー現象、あれっぽい、確かにこれ犬にかじられないようにしなきゃ、マジでダイラタンシー現象触ってるみたいな、知ってます、みんな、ダイラタンシー現象、何これ、浄瑠水とすさんなドリーム水素水、へえ、ネイルかっこいい、今クロムハーツっぽくしてある、へえ、面白いね、科学すげえ、てかもうちょっとで時間だ、メイク直させていただきます、
自由な配信ですいませんね。今劇場から帰宅しましただって。帰り皆様この後サンジャ内容聞いてください。リップ欲しい。リップどこのかな。ディオールのマキシマイザーと今のはリップモンスターだよ。でリップモンスター塗ってあとでもう一回ティッシュオフしてつけるんですけど、これはロム&のグロス、グロスこれも使ってる01番。これめっちゃいい。ロム&のこういうグロスが一番。さあ皆様さんじゃないよはラジコとかあとあれだ、非公式チャンネルとあと動画とかねあるので、あとお便りもお願いします。マキシマイザー001番。そうだ明日もオンラインサイン会だ。明日もよろしくってことで、次までやるからこのまま荷物まとめまーす。このまま荷物をまとめるんだ。カイロはポッケに入れよう。35分までなんですけど、ゲットした。反射で全然反射して見えない。アイズプライド、これさっきゲットしたの見せるの忘れてた。いいでしょう。ラジコで聞きます、聞いてね。今からラジオに出るのは、この子とこの子と、この子シャチは、ほうちゃん、はるなちゃんかな。コメントでまだ裏は見せんとくね。とりあえず表はもうバレてるんで、まあ、中身とかもね楽しみにしててください。生写真ももらったけどこれも見せんでおくわ。さあそろそろ終わるかな。みんな付き合ってくれてありがとう。休憩時間も楽しかった。もう行く気満々。もうこのコート17歳の時から着てる。お役で気がついてくれてありがとう。こちらこそありがとう、来てくれて。行ってくる。みんな聞いてください。あとは何か良いことあったっけな。ブルーレイ SK48 を予約してください、 Amazon で。あと私会もねあるのでそれも待ってます。あと生誕くじ開催中です、引いてみてね。
もう行けるもう荷物持ったから行ける。行ってきます。じゃあねー、バイバーイ。行ってきます。聞いてねラジオ。